ていうです。ようこそ帝王へ。ご訪問ありがとうございます。今から帝王がリンクを使って YouTube 動画投稿用サムネイル作りに挑戦していきます。 YouTube サムネイル指定サイズは幅1280、高さ720です。画像外観サイズ、アスペクト比は 16:9 です。ではサイズ 1280×720 のサムネイル画像を作っていきましょう。画像編集ソフト、ギンプを起動させましょう。左下、Windows、スタートボタンクリック。左側、すべてのアプリの中のアルファベット G を探します。ここにギンプがありますね。これをクリック。このようにギンプが立ち上がってきました。真ん中の画像ウィンドウに、新しい画像、別名白いキャンパスを載せていきます。左上、メニューバーのファイル、クリック、ドロップダウンメニューが表示されました。ドロップダウンメニュー最上部の新しい画像をクリック。新しい画像作成ダイアログボックスが表示されました。この新しい画像作成ダイアログボックスでは3種類の画像サイズ指定方法があります。1番目はテンプレートから新しい画像サイズを作成する方法。2番目は数値ボックスに直接数値入力する方法。3番目は上向き、下向き、三角ボタンクリックで数値を指定する方法。ではテンプレートの中に 1280×720 があるかどうか見てみましょう。三角 V 印をクリック。たくさん入ってますね。マウスの真ん中のボタン、スクロールボタンですね。これをくるくるっと回したら移動できますんでね。もうこれ以上移動しないですね。この中にあるか見ていきましょう。はい、ここにありましたね。1280×720、カッコ、HD720P。これをクリックしましょう。数字ボックスに1280、720と入りましたね。このダイアログボックスの下の四角いボタン、OK ボタン、クリック。このように白いキャンパスが現れました。真ん中の画像ウィンドウに画像を追加していきます。画像の追加方法には2種類の方法があります。1つ目はエクスプローラーを開いて画像フォルダーの中の画像ファイルをドラッグ&ドロップで入れる方法。この場合はデフォルト設定している PC ではサムネイル表示画像が表示されます。2つ目は右上メニューバーのファイルから画像を持ってくる方法。1つ目のエクスプローラーから開いて画像ウィンドウの中に画像をドラッグ&ドロップで入れる方法を見ていきましょう。下タスクバーの黄色いアイコン、エクスプローラークリック。エクスプローラーが表示されました。この中の左のピクチャークリック。ここで画像を選択します。私はこの画像を選択します。この画像をドラッグ&ドロップで画像ウィンドウへ入れていきます。マウスの左ボタン押したままスライドしていきます。そしてここで離します。このように表示されました。これをキャンセルするには編集レイヤーをドロップを元へ戻すクリック。これで元の状態に戻りました。今回は2つ目の左上メニューバーのファイルから画像を持ってくる方法で行っていきます。左上メニューバーファイルクリック。ドロップダウンメニューが表示されました。ドロップダウンメニューの上から3番目、開くインポートにてあります。これをクリックします。画像ファイルを開くダイアログが表示されました。左側の文字列が見にくい場合はこのスクロールバーの右隣、マウスポインターを持っていきます。マウスポインターが列幅変更ポインターになりましたね。このように、そしたら左ボタンを押してドラッグします。そしたらこのように広がります。
見やすいように調整してください。調整し終わったら左ボタンを離しましょう。これで左側の文字列が見えるようになりました。この名前って書いたところ、ここをクリックします。高順で表示されたり小順で表示されたりします。そしてこの中から画像が入っているピクチャーを探します。これですね、ピクチャー、これをクリックします。そしてこの真ん中のウィンドウ、ここに画像が入っているので探しましょう。この画像ファイル名のところをクリックすると、このように右側にプレビューで表示されますね。こうやって画像を選んでいきましょう。そしてこの中で画像を選んでくださいね。私はこれにします。使用する画像が決まったら、下四角いボタン、開く、クリックです。画像運動が見えない場合は、この下に隠れています。この一番上のタイトルバーをドラッグして、見てみましょう。はい、ここにありましたね。画像ウィンドウに画像が小さく表示されているので大きく表示させます。上メニューは表示クリック、プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中の上から4番目、表示バイズポイント、サブメニューの中のウィンドウ内に全体を表示、クリック、これで画像ウィンドウ全体に表示されました。この画像の不要な部分をカットして、後に画像サイズ 1280×720 にしていきます。左側ツールボックスの中、区形選択ツールクリック、この辺が不要ですね。画像の残す範囲をマウスでドラッグしていきます。マウスの左ボタンを押したまま引っ張っていきます。この端で広げたり縮めたりできます。このように広げたり縮めたりできます。これで微調整しましょう。はい、マウスの左ボタンを離します。上のメニューバー、画像をクリック、ドロップダウンメニューが表示されました。ドロップダウンメニューの中の選択範囲で切り抜き探しましょう。選択範囲で切り抜きがありました。これをクリック、このように不要な部分が切り取られました。ここで表示を大きくしていきましょう。上の表示メニューの表示をクリック、表示倍率をポイント、このサブメニューの中のウィンドウ内に全体を表示、クリック、これで全体に表示されました。今表示されている画像をコピーして、もう一つの画像ウィンドウの白いキャンパスへ貼っていきます。上メニューバー、画像をクリック、ドロップダウンメニューが表示されました。選択範囲で切り抜きを探します。選択範囲で切り抜き、これをクリック。次に上メニューバー、編集、クリック、プルダウンメニューが表示されました。この中のコピーを探します。はい、コピーがありました。コピークリック、次に白いキャンパスを表示させます。はい、白いキャンパスが表示されました。上メニューは編集、クリック、この中の貼り付けを探します。貼り付け、クリック、このように貼り付きました。左右に余白が空いてます。画像が小さくなってるんですね。そしたらこの画像を 1280×720 にしていきます。左のツールボックス、拡大縮小を探します。はい、ポイントしたら拡大縮小と表示されました。この拡大縮小ツールをクリック。はい、画像の上でね、クリックしたらこのように出てきました。ここにね、四角いのがありますね。この四角いところにマウスポイントを持っていってドラッグします。左ボタンをクリックしたまま動かします。この白い下地の白に合わせて、はい、これで合いましたね。はい、そしたらこっちも合わせましょうか。はい、合いましたね。上も合わせます。この幅が1278になってますね。
1280にします。上向きの三角ボタンクリック、1回2回、はい、これで1280になりました。下が719、上向きのボタンクリック、はい、これで720になりました。こういうふうにできない方は、ここにチェーンがありますね。チェーンがね、こうくっついてるときはできないですから、これを外してくださいよ。作業が終わったら、このダイヤログのこの拡大縮小四角いボタンがありますね、この下に。これをクリックします。これで貼り付けられました。右側グラデーション、この下のフローティング選択範囲、貼り付けられたレイヤー、これですね。これにこの画像が表示されてないから表示させます。そしたらこのレイヤーグラデーションをずーっとした緑のこの四角いボタンですね、新しいレイヤーを画像に追加します。これをクリックします。このようにね、この画像がこう表示されました。この画像の上に人物画像を入れていくために、人物画像を開きます。左上メニューバー、ファイルクリック、ドロップダウンメニューが表示されました。この中の開くインポートを探します。これです。開くインポートをクリック、左側ピクチャーをクリック、スクロールバーを動かします。はい、このようにクリックしたら、右側にプレビューで表示されます。これをこうしてプレビュー見ながら画像を確認していきましょう。私はこの画像にします。画像が決まったら、下の開く四角いボタンクリックします。開いた画像がどこに行ったかわからないですね。そんな時はタスクバーのこんなアイコンですね、ここをポイントしてみてください。そしたらこのように表示されました。この中の人物画像をクリックしましょう。はい、このように表示されました。そしたらこのタイトルバー、一番上のタイトルバーのところをぐっと左ボタンを押したまま、ドラッグですね、押したままずーっと、ほんで左ボタンの指離して、はい、この角っこへね、ポインター持ってきます。両矢印になりますね、ポインターが。そしたらまたこれドラッグします。左ボタンを押したままずーっと押したまま引っ張っていきます。はい、指を離します。これでは小さいので、画像を大きく表示させます。上のメニューバー、表示をクリック。プルダウンメニューが表示されました。このプルダウンメニューの中の表示倍率を探します。サブメニューが表示されました。このサブメニューの中のウィンドウ内に全体を表示を探します。このウィンドウ内に全体を表示をクリック。これで大きく表示されました。この人物を切り抜いて背景を透明にしていきます。上のメニューバー、メニューバーの中のレイヤーを探します。レイヤークリック、プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの透明部分を探します。中ほどにありますね、これですね、透明部分ポイントします。サブメニューが表示されました。サブメニューの中のアルファチャンネルの追加を探します。アルファチャンネルの追加をクリック。これからこの人物を切り抜いていきます。左側ツールボックス、ツールボックスの中の投げ縄アイコン、自由選択探します。投げ縄みたいな絵柄です。これですね、自由選択と文字が出ました。この自由選択をクリックします。今から切り抜いていきます。線で囲います。下から行きます。一番下からこの黄色のところです。はい、クリック、クリックしたらね、この黄色いのがつきましたね。黄色いのがついて、でこう右に引っ張ったら黄色いのが消えましたね。こうずーっと糸みたいなね、はい、でここまで来たらまたこう、はい、クリック、それでこうやってね、クリックしたらこうひっつくんですけどね、ひっついてますね、失敗したなと。そんな時は、はい、ポイントはここへ持ってきます。そしたら黄色くなりますね。黄色くなったら、マウスの左ボタンクリック。
クリックしたままドラッグしたら自由に動きます。こうして囲っていきましょう。背景と人物の際ですね、やっていきます。はい、このように点線で囲まれました。囲み終わったらキーボードのエンターキーを押します。これで範囲が指定されました。点線になれば OK です。上のメニューバーの選択を探します。選択をクリック。プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中の範囲の反転を探します。はい、範囲の反転がありました。クリック。そしてキーボードのデリートキーを押します。背景がこのようになったら透明化にされています。これから選択されているところを解除していきます。上のメニューバー選択を探します。選択をクリックでプルダウンメニューが表示されました。この中の選択を解除を探します。選択を解除をクリック。はい、このように点線が消えましたね。これから人物画像を保存していきます。保存しておいた方がいいですね。上メニューバーのファイルを探します。ファイルクリックです。プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中の名前をつけてエクスポートを探します。名前をつけてエクスポート、これをクリックします。画像をエクスポートというダイアログが表示されました。この縦の棒でね、上下させてください。左ボタン、マウスの左ボタンを押してドラッグです。押したまま上下に動かします。ピクチャーに保存しますので、ピクチャークリックしましょう。ここにね、名前をつけます。をクリックして、はい、私は背景透明にしました。名前つけるとき聞いておけないけないのは、この部分を消さないこと。これの左側に入力してください。そして透明、背景透明で保存するには PNG 画像にしなければダメです。この左下、すべてのファイルを表示、ここにチェックを入れます。この下のファイル形式の選択、これをクリックします。この中の PNG 画像って書いてあるところを探します。PNG 画像が見つかりました。これをクリックします。クロップ選択されました。はい、この下のエクスポートボタンをクリックします。はい、情報が表示されました。この下の真ん中の四角ボタン、エクスポートでクリックします。これピクチャーの中に保存されました。人物画像をもう一つの画像に貼り付けていきます。上メニューバーの編集を探します。編集クリック。プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中のコピーを探します。コピーがありました。コピークリック。もう一つの画像を表示させます。下タスクバーアイコンをポイントしたらいろいろと表示されます。このように画像が表示されました。このアイコンですね。マウスポイントは上へ持っていって左ですね。この上に、画像の上にメニューが出ます。メニューの中の 1280×720 探します。これですね。これをクリック。このように1280×720 の画像が表示されました。このタイトルバーに 1280×720 って書いてますね。ここに人物画像を貼り付けていきます。上のメニューバー編集を探します。この編集をクリック。プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中の貼り付けを探します。この貼り付けをクリック。人物が貼り付けられました。この人物画像をここに貼り付けます。新しいレイヤーを画像に追加します。このボタンをクリックします。そしたら人物画像がここに貼り付けられました。人物の画像サイズを変更していきます。左側のツールボックスの中の拡大縮小ツールを探します。このツールの上にね、マウスを置いたら文字が表示されますんで、拡大縮小と表示されましたね。これです。クリックします。ポインターを人物の画像の上に持っていって、
クリックします。四角に囲まれたところにこの角っこと真ん中と角っこ、この四角に囲まれてますね。ここにマウスポインターを持っていって左ボタンをクリックしたまま引っ張ります。これ拡大縮小されますね。そして気をつけなければいけないのはここにね、幅の隣に数値ボックス、高さの隣に数値ボックスがありますね。この数値ボックスの隣、鎖のマークがあります。これをクリックしたら鎖が離れます。この状態ですればこれね、これ縦横の比率が変わってしまいますね。こうなったらこのリセットボタンがあります。四角いリセットボタン、これをクリックします。はい、元に戻りました。はい、ここのねチェーンのところをクリックしましょう。はい、これでつながりました。はい、そしたらこの角っこのところにマウスを置いてドラッグします。大きさが決まったらこの下のダイヤルボックスのこの下の拡大縮小という四角いボタン、これをクリックします。大きさがこれで変更されました。この人物画像を移動させます。ツールボックス、この中の移動ツールを探します。はい、この十字みたいなものですね、これをクリックします。そしたらこの下にツールオプションって表示されました。この中のレイヤーをクリックします。左ですね。その下の機能の切り替えるとこ、掴んだレイヤーまたはガイドを移動、ここチェック入れます。マウスを人物のところへ持って行って左クリック、クリックしたままドラッグします。はい、このようにね移動しますね。位置が決まったらマウスを離します。これで移動が完了しました。人物が点線で囲まれているのを解除します。人物でないところをクリックします。これで点線がなくなりました。これから人物画像に囲み線、縁取りを入れていきます。この人物のレイヤーを複製します。レイヤーを複製し画像を追加します。これですね、これをクリック。はい、これでコピーされました。このコピーされたやつを下へ持っていきます。この V 型のこのボタン、これをクリックします。このようにコピーされたものが下に表示されました。この人物の透明部分を選択範囲に入れていきます。このコピーされたこのレイヤーを右クリック、メニューが用意されました。メニューの中の不透明部分を選択範囲にを探します。下の方ですね、不透明部分を選択範囲にがありました。クリック、このように点線で囲まれて選択されました。この不透明部分を選択範囲の拡大にしていきます。上メニューバー、選択を探します。選択をクリック、プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中の選択範囲の拡大を探します。ここに選択範囲の拡大がありました。クリック、選択範囲の拡大ダイアログが表示されました。今数値が10になっています。これで OK してみます。はい、このようにね点線の枠が広がりました。ちょっと大きすぎるのでやり直します。選択範囲の縮小をしていきます。ファイルメニューの選択を探します。選択をクリック、選択範囲の縮小を探します。選択範囲の縮小がありました。クリック、8ぐらいにしてみます。 OK ボタンを押します。8の分だけ小さくなりました。この文字の囲み線の色を変更していきます。左側、この四角のが2つ重なったこの下の方、これをクリックします。背景色の変更ダイアログボックスが立ち上がりました。ここで色を決めていきます。これを白をクリック、 OK をクリック、上メニューバーの編集を探します。編集をクリック、プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中の背景色で塗りつぶすを探します。背景色で塗りつぶす、クリック、このように白く縁取りされました。この白く縁取られた線をぼかしていきます。
この点線で囲まれているときには、点線内で動かされます。この点線を消していきます。上メニューバー、選択を探します。選択をクリック。プルダウンメニューが表示されました。選択の解除を探します。上から2番目に選択の解除がありました。これをクリックします。この点線が消えました。これからぼかしていきます。上のメニューバーのフィルターを探します。フィルターをクリック。この中のぼかしを探します。ぼかしポイント。サブメニューが表示されました。サブメニューの中のカオスぼかしを探します。一番上にカオスぼかしがありました。クリック。ここを数値を大きくすると強くぼかされます。2.50 にしました。これで良ければ下の OK ボタンを押します。はい、このようにぼかされました。私は人物画像の縁取りが嫌なので消しました。この画像に文字を入れていきます。左側、ツールボックス。中のテキストツールを探します。この A と書いたものですね。ポイントしたら文字が表示されます。テキストと表示されていますね。そしたらこれをクリックします。そしたら下にツールオプションが表示されました。この中でフォントの種類とフォントのサイズ、フォントの色、文字の揃え位置、こういったものを設定していきます。フォントの種類からいきます。サムネイル作成で使えそうな太字フォントを載せておきます。皆様の参考になれば嬉しいです。この A と書いたところをクリック。縦のスクロールバーがあります。これをスライドしたら上下できます。マウスの真ん中のスクロールボタンをくるくると回しても移動できます。私はこれにしてみます。フォントが決まったらクリックします。表示されました。サイズを決めます。今131になってます。そしてここで色を決めます。フォントの色ですね。これをクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。で、ここで、この黄色にしたいときは、ここをクリックします。ブルーの色にしたいときは、ここをクリックします。そして、この中で、こうして選びますね。選んだ色がここに表示されます。現在って書いた右にね。ここを見ながら決めます。今回は、私はピンクにしたいので、ここをクリックします。色が決まったら、現在の色、これですね。決まったら、横向きの V になったボタンがあります。これをクリックします。ここに色が追加されました。追加された色をクリックして、下の OK ボタンをクリックしましょう。文字の色がこの色になりました。これで文字の揃え位置ですね。これが中央揃えですね。中央揃えでいきます。こうクリックしたら変わりますんでね。これがインデントですね。インデントをここでね、変えます。これが行間ですね。行間。これが文字と文字の間の間隔です。画像に文字入力していきます。文字を入れたい箇所をクリックします。キーボードで文字入力してください。行間を広げます。文字と文字の間を広げていきます。はい、これぐらいにしておきます。文字を縁取っていきます。レイヤーを複製し、画像に追加、ポイントします。レイヤーを複製し、画像に追加しますと文字が出ますね。ここをクリック。6項3へ、シャープ1。これが追加されました。そしてこれを下へ持っていきます。これです。V 下向き。これをクリックします。このように下に移動しました。複製されたレイヤー、6項3へ、シャープ1。これを右クリック。メニューが表示されました。このメニューの中の不透明部分を選択に探します。下の方、不透明部分を選択範囲に、これです。クリック。メニューがこのように点線で囲まれました。この文字の四角い点線を消していきます。上メニューバーのレイヤーを探します。
レイヤーをクリック。プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中のレイヤーをキャンパスに合わせるを探します。下の方ですね、ここにレイヤーをキャンパスに合わせるがありました。これをクリック。このように四角い枠が消えました。次に選択範囲の拡大をしていきます。上メニューバー、選択を探します。選択をクリック。ドロップダウンメニューが表示されました。ドロップダウンメニューの中の選択範囲の拡大を探します。ここに範囲の拡大があります。これをクリックします。範囲の拡大ダイアログボックスが表示されました。ここに数値が入力されます。この上向き下向きの三角をクリックして数値を入力します。10ぐらいにしてみます。この真ん中下の四角い OK ボタンクリック。このように文字の周りが大きく点線で囲まれました。この文字の囲み線、この囲み線に色をつけていきます。左側これです。四角が2つ重なったアイコンです。この下の方をクリックします。背景色の変更ダイアログボックスが立てられました。縁取り色を決めていきます。私は白にします。はい、これをクリックして OK ボタンをします。次に上メニューバー、編集を探します。はい、編集をクリック。この中の背景色で塗りつぶすを探します。ここに背景色で塗りつぶすがありました。これをクリックします。白く表示されました。この文字の囲み線、この白い点線の囲み線、これが表示されているときはこの表示されている点線の中でぼかされます。この点線をなくしていきます。上メニューバーの選択を探します。選択をクリック。プルダウンメニューの中の選択の解除を探します。上から2番目にありました。選択を解除クリック。このように点線が消えました。ではこの白いところをぼかしていきます。上メニューバーのフィルターを探します。フィルターをクリック。プルダウンメニューが表示されました。このプルダウンメニューの中のぼかしを探します。ここにありました。サブメニューのカウスぼかしを探します。一番上にカウスぼかしがありました。クリック。カウスぼかしダイアログが表示されました。このサイズ X、 サイズ Y、 ここに数値が表示されていますね。ここを上向きボタン、これをクリックして数値を上げたらぼかしが多くなります。私は 1.50 にしました。これでぼかし終わったら下の OK ボタンをクリックします。このようにぼかされました。この完成したサムネイル画像を保存していきます。上メニューバー、ファイル探します。ファイルクリック。プルダウンメニューが表示されました。プルダウンメニューの中の名前をつけてエクスポートを探します。名前をつけてエクスポートをクリック。画像をエクスポートダイアログが立ち上がりました。このスクロールバーで上下して保存場所を探します。私はピクチャーの中に入れます。そして上、一番上の名前欄右側、ここをドラッグして文字を選択します。そしてキーボードで任意の名前をつけます。名前を入力したらこの下、すべてのファイルを表示、クリックします。すべてのファイルを表示の下、ファイル形式の選択、クリックします。この中の JPEG 画像を探します。JPEG 画像をクリック。黒く選択されました。下のエクスポートボタン、これをクリックします。はい、情報が表示されました。下真ん中のエクスポートボタン、クリック。はい、これで保存されました。これでサムネイル作成は完成し終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様。